パーツです。カーブになってます。はい、皆さんおはようございます。この便はですね、2時間30分のイルカクジラウォッチングの便となっております。船長より皆さんに一つ二つお願い事があります。沖合行きますとね、船の方数多く揺れることがあります。船内の移動は自由ですけどね、必ず手すりなどに捕まってこの敵をしないように十分に注意してください。また帽子を流してくれるよう十分に注意してください。またですね、これより先、船長をはじめスタッフ一同ですね、一生懸命クジラを探していきます。しかしながらね、あくまでも野生動物です。その結果、絶対はありえませんから、その辺も十分にご理解していてください。それでは出航していきますよ。ランスの、ファイルウォッチクルーズにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。今私の声だけ聞こえているお客様は、私はですね、2階で喋っています。このクルーズ中ですね、船の上にいますから、何かありましたらすぐにね、お申し付けください。船員の吉田と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ですね、ちょっともうご覧の通り波が、今日はちょっと波は高いですけれども、お天気はね、いいですね。最近ずっと私たち、霧にやられてきて、もうランスの方も見えないような状況だったんですけれども、ちょっと上は今お天気なんですね。だけどちょっと前の方ですね、見てみると雲がもう壁のようにありますね。また一直線に雲がこうちょっとあることは、これはもう荒れてくるそういうこと言われています。日本人って何を見るんですけども、こうなると荒れると風が強いぞっていう毎日やってた時は、この赤の状態は何とかしてくるので、見える範囲で直したりしていきたいなと思います。知床半島ですね。こちらは、南紀川は、ファイルウォッチングを行っています。今、このインターに行くと、本当は知床連山が見えるはずなんですけれども、ちょうど上のところだけ雲がかかってしまいましたね。でも、今日は風が強いですから、まあ、かかればもしかしたら風で晴れて、連山も見えるかなと思います。で、今、左の方に見えているところですね。そこは、日立ちではありません。ちょっと手前ぐらいに、はい、もうちょっと向こうに行く時がありますが、この角度からっていうのはね、ちょっと見えないですね。
思います。すごい風が吹いてます。本当にお帽子とかサーフとか飛ばされないように気をつけてくださいね。これ耐えれると思う方はこのままに飛ばしても大丈夫なんですけれども、その上に何やってるか不安感作業をしてくださいね。ちょっと何かついてから飛ばせるかなと思ったお客様は気をつけてもらっても同じ。ちょっと2階で先ほどから喋りながら操船をしてくれてまして、他の船ともちょっとね無線で話し合ってくれてますので、もし何か見つけたら他の船からね連絡入るようになって、その他のお話を聞いてくれたりしまして、あと一番上見てみるとお姉さんが双眼鏡を持って話してますね。あのお姉さんが多分ね一番見つけるの早いなと思うんですけども、もし見つかった時に私たちに教えてくれますから、この時ですね現在右の方向にこちらいますよって言ったら、左前を気をつけて右の方向だから右前を気をつけてくださいね。まず左前が前から来たと、その横ですね時計と同じです。前が出るので右の方向に関心を届くと回って右の方向を見るようにして、この他にも右側にいますよって言ったりします。その時は全部通っている方向が前ですから、
とか、何か見つけるときはですね、火が明るくて水量にとっても、そこに動物がいてね、本当に綺麗な水が落ちてるときは、そういうのでゆっくり、飲み込まれたんですよ。うわっ、皆さん大丈夫ですか？はい、救急車の人にも手が引っかかってくれましたけど、私も顔面に受けました。今ね、駅の前から風が来てますから、どうしても水が流れてますね。あそこは、こちらの見えるお箱を駅にします。あの上まで登ると、近くに出てるときは水があっても動物たちが見えますし、あとは、双眼鏡ですね、双眼鏡を持っていただくと遠くでも見せられます。私は毎日そこの上に登って何かいないかなって探します。スタッフはもう慣れているので、この背中を見ただけで何かっていうのが分かるんですね。やりたいっていうのがいるかですけども、その他にも一緒に一緒に観光クジラもちゃんと発見しています。ウトロに行って連山を見ると、ウトロの連山はもう雪がないので、こっちの方が気温が低いのと、また日照時間が短いのと、霧が多いので雪がまだ残っている状態です。で、だんだんですね、緑が本当に生き生きしてまして、この季節になるとね、登山する方もたくさんいます。雪が溶けていて歩けるんですね。で、たくさん歩けるポイントであります。ライスだけももちろんですね、登れば、うちのスタッフも今日一人で出ました、で6時間ぐらいかかるんじゃないですかね。結構タープなのでしんどいかなと思うんですけども、このライスの山ですね、高山植物たくさんあるんですね。で、とっても変わった気候ですので、本州で2000メートル以上でしか咲かない花々たちが、ここのラウスの山では2000メートルない1500トップしかないのに咲いています。一番有名なのが一連とこすみれっていうやつがね、咲いてまして、お花が好きな方はこれを見にですね、山を登りに行ったりもしてます。で、山もあるんですけども、滝もたくさんありまして、まあ、こちらから見る熊越の滝とかもありますけれども、ウトロ側の方に行くとですね、カムイワッカの滝なんかは湯の滝なのであったかいんです。そういうものもあります。で、その他にはですね、ラウスコっていうのがあって、そこもトレッキングコースになっておりまして、これは、まあ、2時間あれば登れるかなと思いますし、そんなに急ではなくて、ちょっと急なとことなだらかなとことあって、お花も咲いていて、最後には綺麗なラウスコが見えるという感じですね。で、本当に小山が好きな人は、ラウスだけを登ってから縦断していきます。横断、縦断ですかね、縦断横にこう行くんですね、っていうところで、ね、これ2、3日かけてテントとかを取って、食料も持って行くらしいですね。もっとかかる、2、3日もっとかかるかもしれませんけども、山が好きな方はこうやって、ここを目指してくる方もいますし、あとはカヌーが好きな方もいるかと思いますけども、カヌーが好きな方はここからずっと回って岬を越えて武藤の方に行くこともあります。カヌーの魅力はですね、断崖絶壁を真横で感じられることと、あと動物が